無駄な月額料金を安くして浮いたお金でアイスを食べよう。ベイの Wi-Fi 情報記録。はい、こんにちは、ベイです。時計の針が20時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Wi-Fi ニュースの時間です。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなったインターネット回線。この動画ではご視聴いただいた方の通信回線構築レベルを高め、皆さんの月額料金が安くなる手助けになるように本日も情報連携いたします。今回はお手軽 Wi-Fi 無制限についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。時は2020年、無制限使い放題と歌い、人々に無限のデータを提供すると言っていた会社が多かった。要はまさに大無制限使い放題時代。そして月日が流れた2021年現在、今無制限使い放題って歌っていた37社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。時代は月 100GB などの容量明記プランへと移り変わったのであった。今回はまだ無制限プランと堂々と掲げるあの会社を調べてみました。ということで本日のラインナップはこちら。1、情報提供者ご紹介。2、お手軽 Wi-Fi 無制限。3、他社比較。4、まとめ。5、Twitter& ごちゃん &YouTube 情報まとめ。それでは行ってみましょう。1、情報提供者ご紹介。以前アップした動画のコメント欄にて、トンボ太郎さんから情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。いつも楽しく見させてもらってます。お手軽 Wi-Fi なるものが登場したみたいです。詳細な紹介お願いしますとのこと。お手軽 Wi-Fi 初めて聞きました。見てみましょう。2、お手軽 Wi-Fi 無制限。お手軽 Wi-Fi の公式ページダウン。1日あたり40円から10GB 1200円付けとのこと。初期費用0円、違約金縛りなしも書いてありますね。左上にはおなじみの U2S 端末もございます。見ていきましょう。次ダウン。他社 Wi-Fi との比較。違約金なし、縛りなしだけじゃない。お手軽 Wi-Fi は 1GB あたりの料金が一体いくらなのか、他の Wi-Fi サービスと比べてみるとこれだけお得に使えることがわかりますとのこと。 S 社はソフトバンクで、 D 社はドコモで、 Y 社は Y モバイルでしょうかね。なんでソフトバンク系列が2つあって、なんで au がないのかな。まあ全然関係ない会社かもしれませんけどね。で、まず左のグラフ、 1GB あたりはどのプランで計算したものなんでしょうかね。 Y 社の466円ですが、右のグラフの Y 社 10GB 1980円を10で割れば198円だと思うのですが、なんで466円になるんだろう。どうやって計算するんだろう。 S 社も同様、右の 10GB 1736円を10で割れば176円じゃないのかな。で、右のグラフの 10GB 月の料金ですが、Y 社1980円は Y モバイルの M プランの割引適用後の価格のことなのかな。通話もできて1980円ですが、お手軽 Wi-Fi はただのデータ SIM ですよね。これ同じグラフでいいのかな。あと S 社は 10GB の1736円ってあるんでしたっけ。あるの、ソフトバンクってあるんだっけ。それはデータ SIM なのかな、通話 SIM なのかな。ソースを明示していないので何とも言えませんが、ソースを明示しないと説得力ないグラフになりますよね。説得力ないどころか騙しにかかってると疑ってしまう気持ちすら芽生えてしまうような。料金プラン見てみましょう。ドン。料金プラン、無制限プラン、そして無制限プラン。嘘だろ、間違い探しかなこれ。いや、完全に同じですね。何の目的があって2つ表示しているんでしょうかね。謎ですね。月額4500円とかなり高めですが、このご時世無制限は少ないので、まあしょうがないかもしれませんね。注意事項も確認しておきましょう。ドン。無制限プランご利用の注意事項。1日 3GB または月間 90GB 以上の過度な通信利用が認められた場合、回線混雑回避のため通信速度が制限される可能性がございます。1日 3GB 以上の通信制限については、翌日に月間 90GB 以上の通信制限については翌月に制限が解除となりますとのこと。うん、そうだよね。無制限プランは無制限に使えるとは誰も言ってないよね。勘違いしてごめんな。月額4500円で非 3GB 制限ですね。たっか。次ドン。無制限プランプラス。なんかプラスがついたプランもあるんですね。こちらは1日単位の料金で550円と。そして注意事項を見てみるとドン。無制限プランプラスご利用の注意事項。1日 5GB または月間 150GB 以上の過度な通信利用が認められた場合とのこと。
さっきの無制限プランと日の制限の量が違うんですね。これは個人的に思ったことなんですが、無制限プラン、無制限プランプラスって名前じゃなくて、非 3GB 制限プラン、非 5GB 制限プランに変えた方が分かりやすいかなって思います。個人的に思っただけなんですけどね、何か他の目的があって、無制限プランってつけてるような気がしてさ。例えばね、わざと勘違いさせるようにしてるとかさ、考えすぎかな。次ダウン！お手軽プラン、10、20、30GB とのこと。はい、そんな感じですね。3、他社比較。他社と比較していきましょう。まず無制限プランと無制限プランプラスですが、普通にその辺の 100GB SIM とかの方が日の制限がなく使いやすいし、圧倒的に安いので契約するメリットが見つかりません。お手軽プランの方は 20GB 2400円ですが、三大キャリアの 20GB の D 社アハモ、S 社ソフトバンクオンライン、A 社のポボが通話 SIM なのにほぼ同じ値段ですね。 20GB は激戦状態で、三大キャリアの下には R 社の1980円、N 社の1980円、J 社の2480円、M 社の1980円なんかが通話 SIM で存在しているので、それらと比較した場合、お手軽 Wi-Fi を契約するメリットは残念ながら見つけられませんね。4まとめということで、お手軽 Wi-Fi でした。なんだか辛口な感じになってしまいましたが、普通に何をどう考えても契約するメリットが見つけられませんでした。っていうか、無制限プランとか無制限プランプラスとか、マジでどういう意図でつけてるのか聞きたいですね。5、Twitter& ごちゃん&YouTube 情報まとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいので、お気をつけよう。お手軽 Wi-Fi 情報を拾いましょう。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ドン。Twitter 1、プリペイドお手軽 Wi-Fi 端末届いたけど、申し込み殺到で開通できないって、開通できてる人いますか？ツイッターに、今知ったけど昨日申し込んだお手軽光を運営している会社って、あのいろいろ炎上してたドーナツ系 Wi-Fi を運営したんやな。なんか一気に不安になってきたわ。ツイッターさん、ありっちゃありだな、お手軽 Wi-Fi。 ツイッター4、ニュース。契約なし、返却なしでネット使える通信サービス、お手軽 Wi-Fi スタート。 ツイッター5、最短即日からすぐに使えるモバイル Wi-Fi サービス、お手軽 Wi-Fi を開始しました。一泊二日からレンタル OK、 必要な時必要な分だけ最小限のコストでご利用いただける、これからの時代のお得なモバイルインターネットサービスです。ぜひご利用ください。現場からは以上です。ツイートが全然なくて、最後のは公式ツイートです。続いて5チャンネルの、僕も契約している1年無料の楽天モバイルスレッドから抜粋ドン。5チャンネル1、昨日申し込んで昨日到着予定のはずなのに出荷通知来ねえ。5チャンネル2、まあ UQ も今日ちょっと落ちてたみたいね。楽天は去年3月の申し込み初日もサバを実施してるし、勘違いした連中が申し込み番号不可読みして1日で300万回線埋まったとか騒いでた。5チャンネル3、 eSIM 開通手続きエラー出たらサポート24時間無限時刻が待ってるのな、怖すぎ。5チャンネル4、 3、4月組が悲惨なんだっけ。その後突然楽天ミニ無料配布とかで。5チャンネル5、楽天ミニ無料配布前日に購入した人がいて、すれて文句言ってたな。現場からは以上です。僕が契約した時は楽天ミニ無料だったかな、5月だから無料だったはず。さすがにミニだとメインスマホにするには心もとなすぎて、ただでもやっぱいいかなってなっちゃったね。続いて以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。YouTube1、 ミミさんから、マイネオは関西電力グループのオプテージが運営していて、ユーザーの意見を取り入れたり独自のサービスを展開して人気がありますよね。今回の対抗プランも良かったのですが、話題は楽天アンリミット6に持っていかれました。マイネオの低速時の速度は最大 200kbps ですが、パケット放題オプションで最大 500kbps になります。大手キャリアは速度制限後に最大 1Mbps で使い放題を標準サービスにしてきているので、微妙になりつつあるような。今月はハッピー Wi-Fi 超容量クラウド 500GB プランの検証をしていたのですが、 PC 接続などで 500GB まで来ました。速度は 250GB と 320GB あたりで 1Mbps くらいになった時がありましたが、
電源入れ直しで通常になりました。 490GB 使った時点で計測したら下り 36.1Mbps 上り 12.1Mbps でした。で 500GB まで使ったのは初めてでしたが、限界突破？止まらないんですけど、プランとしては 500GB ですし、他の利用者に影響が出ると思う悪いので、これ以上使うのはやめときます。やめておきます。YouTube に伊藤小鉄さんから、Apple 製品が動作保証対象になるまでは楽天は使いたくないという人も多いと思う。そういった層にマイネオとか良いと思う。YouTube さん、和幸吉原さんから、こんにちは、マイネオの件。私は通話のつかないシングルタイプを iPad に入れて使ってます。1、パケットがヤフオクなどで安価に流通していること。およそ 1GB あたり100円程度で売買されているようです。他の MVNO で新規に購入すると 1GB あたり300円とか500円なので、それに比べると随分安いと思います。マイネオとは 3GB くらいで契約しておいて、月末近くになって足りなくなった時はヤフオクで数 GB 購入すれば OK です。2、マイネオユーザー同士で余ったパケットをやり取りできること。パケットギフトという形でユーザー同士でパケットを送り合うことができます。月またぎで無効になりそうなパケットでこれをやると有効期限が延びるので、手持ちのパケットはほぼ無限に繰り越すことが可能です。5チャンネルに交換専用スレッドがあったはずですが、私は1人で2枚契約しているので自分自身でやり取りしてます。なのですが、新料金プランで随分値下がりしたおかげで、上記1のメリットが少し薄くなりそうです。私の使い方ですと、新プランの 5GB で契約しておけば十分かな。YouTube4、クレイジーマジックさんから、DSDV 端末で通話を楽天、データを MVNO で運用できればより安く構築できますよね。MVNO はデータ SIM が生き残る道かも。 YouTube5 愛の山もさんから、マイネオは譲るねが特徴。譲りまくってれば夜間11時から朝7時までがパケットフリーになって使い放題です。自分は早寝早起きなので早朝に使いまくってます。現場からは以上です。以前に挙げたマイネオ動画にたくさんの熱いマイネオコメントをいただきました。いろいろと独自サービスが強みなんですね、マイネオって。勉強になりました。ということで、最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。お手軽 Wi-Fi、 典型的なタイプなのでもう何も言うまい。ついつい攻撃的な動画になってしまいますが、多分こういうズバズバ言う方が役に立つ動画だと思うので、いいや。ということで、いつもご視聴、高評価、コメント、チャンネル登録、メンバーシップ登録までありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き情報をコンパクトに楽しくまとめて、皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。歌手の愛子さんが3月3日に、どうしたって伝えられないからという 最新アルバムを出すのですよ。何を隠そう、僕は愛子ジャンキーなのですよ。曲をすべて聴いているし、一番ライブに行った回数が多い、一番好きなアーティストなのですよ。このあまりある情熱で、愛子の曲のみをカバーするチャンネルも作っちゃおうかな。たくさんチャンネルばっか作っても全然回ってないんだけどね。望み通りの展開だろう。辛い辛い暗い日々がしつこくまとわりついてくる。いつも狙って信号機は僕を